360.life さんとの仕事で珍しくフィックスナイフが家にたくさんあるので紹介します。まず珍しい1本目、ガーバーグレザーシースバージョン、モーラのガーバーグ、えげつないぐらいエッジが立ってます。すごいエッジが立ってる。使ってる鋼材は 14C の 28N、 調べると VG10 とほぼ同じぐらいのステンレスっぽいです。スパイダルコの VG10 を使ったモデルで、これで1万円なので、同じぐらいのステンレスを使ってるので1万円ぐらいはするだろうなっていう感じです。普通のモーラが 12C っていうと AUS8 とかあの辺ぐらいの刃持ちをするステンレス、もうとにかくエッジがスカンジグラインドドロップしてるので使いやすそうです。ちょっとなんか上に上がってる感じが。持ってるホールディングナイフで一番ごつい AD15 を比較するとこんな感じ。 AD15 はごつい。ブレードの厚みはガーバーグが3ミリか。ガーバーグ3ミリで AD15 は 3.8。 S35VN 鋼を使ってます。アンドリュー・デムコのスコーピオンロック、開くのも閉じるのも簡単なんですけど、めちゃくちゃごついロックです。 360.life で紹介したバックの赤いキャンプナイフ、もうザ・キャンプナイフっていう大きさです。ホローグラインドで赤いパウダーコーティング、炭素鋼を使ってるのでコーティングしてると思います。でこれもザ・キャンプナイフで、手持ちで言うと GT ヒンダラーの0180かと大体同じぐらいで、ホローグラインドなのでちょっとした作業も得意。細身なザ・キャンプナイフっていう感じです。 GT ヒンダラーの0180、すごい、あんまり他で使ってるのを見たことない。バナデス4エクストラというステンレスを使ってます。これは多分 LMAX とかと同じぐらいな、すごい人気がなくてあっという間になくなりました。セイバーのプラットグラインド、ドロップポイントで本当に標準的なキャンプナイフ、ハンドルは分厚い G10、 シースがすごい評判悪かったと言ってもブレードオプスじゃなくてスペックオプスか、何にでもつけれるケースを使ってます。メインでキャンプナイフとして使ってたのがこのシュレード1095を使った安いキャンプナイフ、リカーブして、リカーブが評判悪いのでストレートも販売してます。意外と安いのにシースがごつくて悪くないナイフです。ブレードの厚みは 4.8 で、この代わりに最近のキャンプナイフにしたのがガーバーのトリチップ、ブレードの厚みは 4.8、 あとシースがかっこよくて購入したような感じです。SE3 のハンドルモデファイ、ハンドルがこういう丸書いたハンドルになってるモデルです。すごい短い、 3.5 インチぐらいかな、 4はないか、ちっちゃい方の AC です。キャンプの時は不特定多数の人に貸し出しするので安いナイフを持って行ってます。自分一人であんまりキャンプはやらないんで、そんなにフィックス買っても出番がないのが、でこれがSE3 で、でこちらが同じ SE のイズーラ、
イズーラと比較するとこんなサイズ差。このサイズが好きで、もう一つ持ってるのがこのトップスの FDX66 幅広のナイフ。自分の場合も大きいナイフ持っていくぐらいなら家からこういう杉巻き 1,2 本持っていけば済むので、ちっちゃいナイフとノコギリセットが多いです。で、普通のハイキングっぽいキャンプだったらちょっとごつめのホールディングを持っていってます。で、最近お気に入りがこのちょっとこじっただけなのにちょっと曲がってるような気がします。さすが 7CR で、着火剤としてろうそくとマッチを数本入れてます。360ドットライフさんと仕事をやってお借りしているフィックスブレードが家にあるので紹介しました。